俺の名前は武藤飛燕、高校2年生だ。俺には小さい頃からの幼馴染がいて、名前は古谷和葉。古谷さんって美人だよな。あんな美人と幼馴染とは羨ましいぜ、飛燕。確かに和葉は美人でモテる。清楚だし、おしとやかだし。ねえ古谷さん、今度の休みよかったら。あ、なんでもないです。が、極度の人見知りで、あまり話したことのない人に話しかけられると男女問わず逃げてしまう。野生の動物か何かなのだろうか。和葉の人見知りは昔からひどくて、小さい頃はずっと俺のそばは離れなかった。和葉、そろそろ帰るか。うん。それは高校生になっても変わらない。あのさ、和葉さん、さすがにそんなにくっつかれると歩きにくいんですけど。でも飛燕と離れると不安になる。それに昔からずっとこうだった。そりゃ昔は和葉も俺も小さかったからいいけどさ、お互いいろいろでかくなったわけで、そのいろいろ当たってるわけでして。いいよ。むしろもっと押し付けてくれて構わない。わかった。なんで本当にもっと押し付けるんだよ。そこはそんなことできるわけないじゃない、バカっていうところだろ。だって飛燕がそう言ったから。そう、この幼馴染、小さい頃から俺にべったりだったからか、俺の言うことを何でも聞いてくれるのだ。ちょっとした冗談のつもりで言ったことでも。テストをなくしたい。わかった、飛燕がそう言うなら。と、夜の学校に忍び込もうとしたりなど、なぜか俺の言ったことを叶えようとしてくる。その理由は彼女曰く、私は昔から人見知りで引っ込み思案で周りから浮いていた。そこを助けてくれた飛燕に私は感謝してる。助けたって言っても、男子どもにやいやいいじられてたのを止めただけだしな。でもその後一緒に遊んでくれるようにもなった。だって毎日のように俺の後ろついてくるんだもん。とにかく私はそんな飛燕に恩返しがしたいの。とのこと。俺がそんな必要はないと突っぱねたら突っぱねたで。私、いらない子などとうるうるした目で見られたら拒絶することもできず、現在に至る。肩もんで。いいよ。足もんで。いいよ。お小遣い。いいよ。結婚して。それはダメ。なんでダメなんだよ。あと財布を出すな。冗談だから、冗談だって言ってんだろ。お札を出すな。俺は別に鈍感でもないから、さすがに和葉が単なる恩返しでここまでしてくれているわけじゃないというのは分かっている。なあ和葉、正直に答えてくれ。お前俺のこと好きだよな。好き。俺も好きだ。本当に。まあ和葉といるのは悪くないっつうか、なんかお前が隣にいてくれないと物足りないんだよ。嬉しい。両思いだ。そうだよな、両思いだよな。嬉しいよな。うん、嬉しい。手つなぎデートしたりキスしたいよな。したい。じゃあ結婚してくれ。それはダメ。なんでダメなんだよ。この幼馴染、基本的に何でも言うことを聞いてくれるのに、なぜか付き合うのもダメだし結婚するのもダメだという。両思いなのにだ。まあいつものことだからいいけど。そうだ、帰りにどっか寄っていかないか。デートってことになるんだが。うん、いいよ。なんでこれはいいんだよ。どこに行く？いつも俺が行きたいところばっかりだからな。たまには和葉が行きたいところに行こうぜ。どこでもいいぞ。特に行きたいところはないから、飛燕が行きたいところでいい。和葉っていつもそれだよな。行きたいところ聞いてもいつもないって言うし、主体性がないというか、ちょっと和葉の将来が心配だよ。壺の押し売りとかされて買っちゃいそうで。主体性。なんかやりたいことないのか。一人じゃ不安だって言うなら俺が一緒に付き合ってやるから。ない。お前な、ちょっとは考えてくれ。そこはない。私には自分がないから、行きたいところもやりたいこともない。和葉は悲しそうな顔でそう言って。何恥ずかしいこと言ってんだお前。もう飛燕には絶対話さない。悪かったよからかって。まあ確かにお前は自分ってものがないんだろうな。言われるがままっていうか、いやこれは言い方が悪かったな。うん、合ってるから別に。でもお前が自己主張しないのって親父さんのためなんだろ。和葉は幼い頃に母親を亡くしていて、
父親に男で一つで育てられた。あまり裕福な家庭ではないし、何より自分のために朝早くから夜遅くまで仕事をしている父親の姿を見て、わがままなんて言いたくても言えなかっただろう。俺はそんなお前の優しいところにも惹かれたんだろうな。あ、ひょっとして照れてる？照れてるからあんまり顔見ないでほしい。まあとにかくもう今は高校生だ。将来のことも考えてやりたいことを見つけた方がいいんじゃねえの？でもないから。ないというか探すつもりがないって感じだな。わかった、ここは幼なじみがちょっとおせっかいでも焼いてやりますか。何をするつもり？やりたいことがないってんなら俺が見つけてやるよ。今度の週末は自分探しの旅に行こうぜ。何恥ずかしいこと言ってるの？てめえこの野郎。でもヒエンがそう言うなら分かった。私自分探ししてみる。結局俺に言われるがままってのは気になるが、まあやるだけやってみようぜ。こうして俺はカズハの自分探しに協力してあげることにした。そして週末、ここはいろいろなことが体験できるサルベドパークだ。ここで何をするの？まずはスポーツとかやってみようぜ。真っ先に水泳を選んだのはどうして？別に問いはない。さて早速泳ごうぜ。ねえ私の目を見て。別に私怒らないから。俺はカズハの追求から逃れるためにプールへ飛び込んだ。まさかあんな簡単に追いつかれるとは。私泳ぐの得意だから。知らなかった。お前水泳選手とか向いてるんじゃね？わからないけど、やりたいとは思わない。そっか、なんかもったいない気がするが、もう十分カズハの水着は見たし、次に行くか。やっぱり私の水着が見たかったんだ。よし、わかった。もし俺がカズハの水着姿を見たかったとしよう。そうだけど、それが何か？開き直った。だって好きな人の水着だぞ。見たいに決まってるだろう。言ってくれればいつでも見せるのに。それじゃ意味がないでしょうが。めちゃくちゃ怒られた。なんだあの嬢ちゃん。おい、今何キロだと思ってんだよ。えい。カズハがバットを振るたびにホームランを連発。美女が軽々とホームランを出すものだから、どんどん見物客が増えてしまった。カズハ野球までできるとは。ピッチャーもできる。何者なんだお前は。ちょっと怖くなってきちゃったぞ俺。そんなこんなでサルベドパークを遊び尽くした俺たちだが、結局カズハのやりたいことは見つからなかったな。ごめんなさい。なんで謝るんだよ。やりたいことできなかったから。それでなんで申し訳なさそうにしてるのかわからないが、これは俺のわがままなんだから気にしなくていい。それにこの先機会なんてたくさんあるだろ。俺たちこれからもずっと一緒なんだし。ずっと一緒でいいの？カズハが嫌じゃなければな。言っただろ、俺カズハのこと好きだからさ。嫌じゃない、私も一緒にいたい。おや、なんだかとてもいい雰囲気だ。周りには誰もいないし、着せずして絶好のシチュエーションになったようだ。今なら告白すればいける気がする。なあ、そのだったら俺たち結婚。それはダメ。なんでダメなんだよ。まだ最後まで言ってないんだが。はあ、まあずっと一緒にいることは変わらないし、こっちもいずれでいいか。この時の俺はまだそんなのんきなことを考えていた。それは突然だった。え、引っ越すことになった？お父さんが転勤になって、それで。お前はそれでいいのかよ。仕方のないことだから。仕方ないで済ませていいことじゃないだろう。俺はカズハと離れ離れになるなんて嫌だぞ。いや、だって人見知りなカズハだから、俺なしじゃ心配で夜しか眠れなくなっちまうだろ。確かに私もヒエンなしじゃ不安だけど、ちょっとあんまりじゃない？突然話しかけられた時に俺の背中に隠れたりできなくなるんだぞ。いいのか？それは困る。だろ。でも仕方ない。
そうなんだよな。こればっかりは子供のわがままでどうにかできることでもないしな。お願いするだけお願いしてみるか。と言ってもわがまま言うくらいしか俺にはできないしな。お願いできる？私のお父さんに。そこなんだよな。カズハの親父さんはいわゆる親バカで、カズハのやることなすことに口を出してくるカズハ大好き親父なのだ。まあ男で一つで育ててきた娘なんだから、猫可愛がりするのもうなずけるが、まあやるしかないだろ。俺はカズハと離れたくない。そのためなら靴だって舐める。一瞬かっこいいことを言っているのかと錯覚するレベルだったけど、全然そんなことなかった。ダメだ。ダメでした。そこをなんとかお願いできませんかね。ダメなものはダメだ。娘一人ここに置いていくなんて親として心配だ。もちろんそれは分かってますけど、でもカズハにもここでの友達とかいるわけで、2年生の今から転校というのもね。キエン君が言いたいことも分かるけど、分かってほしい。分かりました。キエン負けちゃった。お金のこととか言われたら当然勝てるわけないし、カズハが心配って気持ちも分かるからな。すまないね。ヒエン君は昔からうちの娘によくしてくれていたから、離れ離れになるのが嫌だというのはわかるんだけどね。それでもなんとかなりませんか。ヒエン、俺カズハのこと好きなんです。結婚を前提でお付き合いしてほしいくらい。結婚、まだうちの娘には早いだろう。何を言ってるんだ君は。早い遅いなんて些細な問題でしかありません。それだけ俺はカズハのことが好きだってことなんです。どうかお願いします。なんなら靴舐めますから。レロ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 。こら、本当に舐めようとするんじゃない。それ私のお気に入りなんだから。お父さん、私からもお願い。カズハ？カズハ？私もヒエンと離れたくない。一緒にいたい。ダメ？わかった。え、ザクト？娘にお願いされたらそりゃうなずくしかないだろう。え、あ、でも親バカの親父さんがカズハと離れるようなことを許してくれるとは思わなくて。ヒエン君も知っての通り、妻は早くに亡くなって、男で一つでカズハのことを大切に大切に育ててきた。娘が可愛いあまりに我ながら過保護すぎたんだろうね。カズハは良くも悪くも手のかからないわがままを言わない子に育ってしまった。まあ確かに。だから私はもし娘がわがままを言ってきたら、それがどんなことでも叶えてやろうと思っていたんだ。お父さん、今まですまなかったね。過保護でどうしようもない父を許してくれ。そんなことない。今までずっと私を育ててくれたこと感謝してるから。そうか、いい話だな。まだ子供だ子供だと思っていたけれど、子供の成長とは早いものだな。キエン君、娘のこと頼んだよ。はあ、はい。それと結婚の件はまた別の話だからね。私がいないからって娘に手を出したらどうなるか分かってんだろうね。いい話だな。こうしてカズハのことは俺が責任を持って預かることとなり、カズハはうちで居候することになった。キエン、私やりたいことできた。ああ、そりゃよかったな。私ヒエンのお嫁さんになりたい。ああ、いいんじゃね。あ、今なんて言った？ヒエン、そろそろ家出ないと遅刻すると言った。いやいや、そんなんじゃないだろ。俺のお嫁さんになりたいって今言ってたよな。言ってない。言ったって。おい待ってくれよ、もう一回言ってくれよ。録音して親父さんに送りつけるから。お父さん泣いちゃうからやめて。というか、お前が結婚してほしいってお願い以外に逆らったの初めてだな。そういえば結局なんで結婚だけはダメだったんだ？お父さんがうるさそうだったから。ああ、なるほど。でも今はその邪魔なお父さんもいないから。今のセリフの方が親父さん泣いちゃうと思うんだけど。
だから私、ヒエンのお嫁さんになれるよう頑張る。こうして俺とカズハの距離は前よりも縮まった。おまけ、親父さん、そろそろ泣き止んでください。だって娘の晴れ舞台なんだぞ。今まで大事に大事に育ててきたカズハが私の手を離れると思うと涙が止まらなくて。今そんなに泣いてたらカズハのウェディングドレスなんて見たら。お父さん、まだ泣いてるの？あ、固まった。それよりヒエン、そろそろ結婚式始まる。わかった。そう、今日は念願からってついにカズハとの結婚式。思えば長かったな、ここまで。私、やりたいことできた。ヒエンのお嫁さんになれた。まだまだこれからだぞ。うん、これからもずっと一緒。あ、あんなに立派になって。こうして俺とカズハは結婚した。なあカズハ、お嫁さんの次は何になりたい？お母さんになりたい。お、ヒエンの